こんにちは、よりまるです。今日は本当に本当に本当にお待たせいたしました。ずっとリクエストがあったにもかかわらず、もう何年単位でずっと隠し続けてきた私のお部屋のルームツアーを今日はやっていきたいと思います。でね、ちょっと先に一つ言っときたいのが、もともとおばあちゃんが住んでたお部屋で、すごいなんかもう茶色いお部屋だったのに全部木で茶色で、ちょっとここに写真出そうかな。もともとこういう感じでね、すごい茶色い古いお家だったんだけど、それを半年ぐらいかけて自分で DIY して壁紙貼ったり床敷いたりして作り上げてきた努力の結晶とも言えるお部屋を紹介するので、よかったら最後まで見ていってください。それでは、ゴー。まず入り口がこんな感じです。なんか遠くから見たらなんかやっぱペンキの色ムラ半端ないけど、ここにね、とりあえずここにキャリーバッグを置いていて、ここにね、愛犬のクックちゃんの写真をなんか貼ってます。ペタペタ、誕生日の時にこの写真を使ったので、そのままペタペタ貼ってます。じゃじゃーん、ベッドです。ベッドがね、これもおばあちゃんが使ってたベッドを引き継いだんだけど、なんとクイーンサイズ、シングルベッド2つ分ですごい大きいの。もうなんか最初撤去しようか迷ったけど、撤去するにも大変で、これをなんとかベッドも白に自分で塗ってやってみました。これがお気に入りのミッフィーちゃんの枕と、横に雲と、あとは向こう側にシナモンくんと、なんかよく割とよく聞かれるこのニトリのクマのクッション、赤ちゃん用の枕、あとシロタンを置いてます。はい、でここはね、割とお気に入りのコーナー、ここに使ってないキャンドル、めっちゃホコリついてる、使ってないけどキャンドルを飾ってて、これはなんか雲のライトなんだけど、ライトとしては使ってなくてただ飾りで、これはいつも夜使ってる加湿器、見えるかな、こっち加湿器、長押ししたらライトもつくんだけど、あんまり黄色いライトが好きじゃないから、いつもはライトはつけないで加湿してます。水没ミフィちゃん。でこれが替えの水置いてます。ベッドの横がなんか櫛とか置いたり、こういうなんかクリップとかヘアピン、前髪クリップを置いてます。でこっち、あ、こんにちは、よりまるってすごいメモの中言ってるみたい。こんにちは。これがなんだったっけ、ラティスの鏡で、ここにね、こうやって、なんかすごい汚い、ごめんなさい、ここに全部普段使ってる化粧品、前髪クリップとか置いてます。これ持ち運べるようになってて、もうこのまま旅行に持ち運んだりしてて、めちゃめちゃ便利なんだよね。でここに鏡もついてるから、旅行行くときに鏡 も別に持っていかなくていいし、これだけ持って旅行に行ってます。そしてこのベッドの横には
この雲のラグを置いていて、すごい触り心地もいいんだよね。これもカワチー。そして次はここかな、ここを紹介します。このキッチンワゴンになんか TikTok とかで使う飲み物とか、あとはここはコースター、こういうカービィとかも肉球とかいろいろ雲とか使ってるコースターとか、あとはちっちゃいお皿とか小物入れを置いてて、下がこれも TikTok とかで使うお菓子とか、あと ASMR とかをちょっと挑戦したりしてたので、このお菓子とかで、下はあの竜巻、ワンパンマンの竜巻のフィギュア、なんかどこ飾ろうかなと思ってとりあえず置いてます。で、よし、隣がちいかわコーナー。ちいかわが好きなのでいろいろ置いてて、あとミッフィーちゃんも好きなのでミッフィーのもの取ったりとか、ミッフィーはここにも飾ってます、マフラーとバッグ。あとこの下の私に天使が舞い降りたっていうアニメがすごい好きで、日向推しなんだけど、日向は全然当たらずって感じで、下あの詰め込んだ像ミッフィーに出てくる像。それでね、普段は隠してるコーナーがあって、よいしょ、普段隠してるコーナーがあって、ここチャッキーコーナー。チャッキーがめちゃめちゃ好きで、あとはなんかイットとかホラー映画が基本的にめっちゃ好きなの、ここに飾ってるんだけど、お部屋には合わないからとりあえず普段は隠してるで、下もなんかいろいろなもの置いてます。で、次はここはあの持ってるキーボードをずらーって並べてて、今こっちに4個と、あ、4個じゃない、こっちに8個と、ちょっと入りきらない1個ここに今置いてて、あとは2つのパソコンで使ってるキーボードがあるので、全部で11個今キーボードがあります。でも置けないから、またここは近々レベルアップすると思います。で、ここにいろんな、なんか開いてる、ここにいろんなね、ガラクタとか物を入れるのがあって、これもニトリで買いました。めちゃめちゃ可愛い色が好きで買いました。はい、ここが私のお部屋のメインと言っても過言ではないデスクです。ちょっとデスクの詳しい、なんかどこのものとかはまたデスク周りの紹介動画で出そうと思うので、そちらをまた見てください。で、軽く紹介していきます。まずこちらがメイン PC、 初めて作った、自分で自作した PC です。こっちはね、ちいかわ仕様になってて、いろんなちいかわのフィギュアを中に飾ってます。見て、でデスク周りにいろいろね飾りを置いてて、だいたいサンリオとちいかわとミッフィーが思うかもしれない。あとはこの自分のキャラのグッズとかも置いたりしてます。かわいい。で、なぜかあのマウスを3つ今置いてて、
マウスは血迷い中です。でゲームで使っているアミロのキーボード、これはふもふのお店さんから提供でいただいたものです。紹介している TikTok があるので YouTube にもショートに載せてるのでよかったら見てみてください。これかわいい C タイプのコード、そしてこっち側に雲のライトとか、なんか友達に誕生日でもらった水色のスパークリングワインのお酒とかフィギュアを飾ってて、ここがじゃん、サブ PC です。これはゲーム用じゃなくてなんか配信したりするための PC として置いてるんですけど、こちらはミッフィー仕様で組みました。サンマルテックさんの提供で作らせていただいた PC で、この作成途中の動画が全部 YouTube に上がってるのでよかったら見てみてください。めっちゃ可愛い PC に仕上げることができました。でここに濡れティッシュとか置いていて、あ、危ない、 PC にめっちゃぶつかっちゃった。なんかお菓子とか食べてその手のまんまキーボードとかマウス触るのが嫌なのでここに置いて常備しています。であとこの細かい小物入れ、カッターとかよく使うんで、カッターとかリップとかもろもろ置いてます。であとコースターね、ここ普段使ってるコースター、やっぱデスク周り濡れちゃいかんのでコースターは必需品で、こちらがサブ PC のデスクになってます。ここにねまたちいかわコーナー作ってて、後ろには100均の銃を自分で塗装したなんかアサルトライフルみたいな銃があります。であとはこれね、みんなが大好き IQ ニックスの猫ちゃんのキーボード、こうやって見たら分かります、猫のね耳ができてて可愛いね。クモのマウスパッドとマウスで、ここにまたフィギュアを飾ってて、初音ミクとあとこれ青豚の桜島舞先輩、可愛すぎ。イヤホンとか充電器も置いてて、ちょっとねここにねこれマフラーを編んでる途中なんだけど、もう編み終わる前に冬終わっちゃうよっていうマフラー、編みかけのマフラーがあります。ちょっとまだ初心者なので全然綺麗じゃないんだけど、これも今頑張ってる途中です。ここは前の動画で紹介した猫耳ヘッドホンを飾ってます。ゲームで使うことはあんまりなくて、でもなんかPC でつないで音楽とか聴けるようにしてます。かわいいね。こちらがゲーミングチェア、すごいすごい私のお尻に潰されたゲームのコントローラーがあるけどなんか申し訳ない。オートフルのゲーミングチェア、めちゃめちゃ可愛いの。これ前から見ても可愛いし、よいしょ、後ろも可愛い。これもお気に入りです。デスクがこんな感じで、で、あとは実はこちらでペットを飼っています。出ておいで。
ゴンザレスちゃんっていうペットを飼ってます。ゴンザレスはあの 家の中が好きなのでよくここに寝ています。いつも足元でなんか来た、足元でお利口さんにしてます。ゴンザレスちゃんでした。じゃん、実はデスクの上にも飾りをつけてて、この熊吉とあとミッフィーちゃんなんだけど、この雲のね飾り物がめちゃめちゃ可愛い。これはもう一日中光ってて、夜寝る時もこのライトだけつけてます。これもシーンで買ったなんか子供用の壁にかけるやつなんだけど、これにぬいぐるみのキーホルダーをつけて飾ってます。かわちい。最後に全体を写すとこんな感じです。ルームツアーいかがだったでしょうか。やっとみんなにね綺麗な状態でやっとお部屋紹介することができてよかったなって思うんですけど、まあちょっとね一人暮らしでもないしね、大きいお部屋でもないからちょっとね狭くてルームツアーって感じだったかもしれないんですけど、よかったら参考にしてくれたら嬉しいです。またねちょくちょくお部屋の模様替えとかしたりすると思うので、そしたらまた新しくなった時に動画をあげたいなと思います。またね次に詳しくデスク周りの紹介動画も撮りたいと思うので、その時によく使ってるデバイスだったりなんかおすすめのものがあったらこちらで紹介していきたいと思うので、こちらの動画もまた楽しみにしててください。よかったら高評価とあとチャンネル登録とコメントお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さいちゃん、バイ。